久保さん、今回謝罪にしましょうか。謝罪。まあ、今年1月ね、事件は起こりましてね、まあ、プロモーションしてたんですけど、YouTube の,あの稼ぐっていうね、そのプロモーションしてたんですけど、まあ、途中でいろいろありましてあの、謝罪しましたね。すいませんあの。結構ね、多分販売してたら売れてたと思うんですよ。だってその謝罪したら、すいません、楽しみに待ってたんだけどっていうのをお客さんの声も聞こえたんで、<laughs> あの来たんですよね。 だからまあ僕はね、よ、よかったなと思うのはやっぱね、僕の判断でできるって会社の、まあ会社組織によるとやっぱ結局会社の判断になったりとかするわけですよね。うん。でも自分一人しかいないと自分が決定権があるし、やるかやらないか自分が決められるんですよ。うん。なんで、あの、まあ今回1月のそのプロモーションはまあ販売しなかったですね。謝罪して。うん。その代わりにまあ自分の商品売りましたけど。 だからこれビッグモーターあれですね。僕、あの、知らなかったんですけど、今、久保さんバズってますね。なんか100万回回してる人いましたよ。そう、ビッグモーターの事件について2日前にアップしてて100万回回してますね、これ。中野さんっていう方、すげえ。で、これ59万回とか、あの、結構、これ結構回してますね、ビッグモーター事件。僕知らなかったですね。へぇ、そんなのあるんですね。 でもビッ,モーービッグモーターの宣伝は知ってます。ビッグモーターの宣伝は売り上げ高何本っていう宣伝の仕方なんですよ、確か。あのー、売り上げ高何なんかあ、売り上げか何千億円みたいな。すごいっていう。だから結局その CM 自体が売り上げ高こんだけ、社員数何人みたいな、結構それを押してるんですよね。 だから多分、まあ、広告もそうなんだけど、社,社風もね、多分、売上重視っていうところで、まあ色々、いろいろと、まあ、そういうことが起こってるんじゃないかなと思います。うん。会社の方針はもう売上げ、とにかく売上げっていう。うん。で、売上げが上がるんであるならば、どうのこうのっていう話ですよね。うん。だからね、やっぱね、僕は本当におすすめは、自分一人でやるっていうのがおすすめですね。要は、決定権がどこにあんのかって話なんです。 例えばあのなんですか、ね、空飛ぶタイヤとかもそうだと思うんですけど空飛ぶタイヤも結局リコール問題の隠し隠蔽も要は一部の社員はこれどうなのかと思ってても上の,その上司とか、ね、それは公開したらあかんっていう圧力がかかって。 逆に言うとその村八部されたりとかねまあその告発する人が村八部されるとかだから決定権がね自分にないっていうのがね一番きついんですよ、うん、板挟みですよね、うん、だからその自分の中で正義があったとしても会社の正義はまた違ったりとかして <laughs> で会社の方が強いですからね、うん、一人の社員の意見より会社の意見の方が強いので だから本当一人がおすすめですね。うん。決定権じ、ビジネスの決定権だったりとか、人生の決定権、収入の決定権、全部自分にあるっていう。これが本当に僕はおすすめですね。うん。まあこれはまあ昔、やっぱ東京で働いてる時僕はサンドイッチだったんで、挟まれて挟まれて挟まれたっていうのが、すごく経験としてあるし、まあそういうのを踏まえて思うことはやっぱ一人が一番いいですね。 一、うん、人で稼げるようにならないと逆にその組織の中で生き続けないといけないのでそ,その組織の中に自分の決定権は何割あるのかって話ですね何割ありますかその組織の中に自分の決定権は給料を上げる上げないの決定権はそこにありますか労働時間の決定権はあなたにありますか休みの決定権はあなたにありますか会社,の内容の決定会社の仕事内容の決定権はあなたにありますか あなたの会社の組織の中の決定権は何割ですかあなたの決定権は。うん、少ないですよね。いってらっしゃい。